これから防水カメラを使った防水機能を確認する簡単な点検方法を説明いたします。これを行うことによりすぐに水が入って使えなくなるリスクを減らします。今回使用するカメラは W100 です。まずはじめに外観の破損や打痕がないことを確認してください。次に電池蓋を開いてゴミの付着を確認します。ゴミが付着している場合には持っていればブロワーや付属のブラシを使用して清掃をお勧めしますが、ない場合は家にある歯ブラシを使用して掃除をします。この時に、ボディの内側の方も清掃を忘れないでください。家にあるバケツを用意して、ない場合は浴槽などに水を少し張って W100 の防水テストを行います。W100 を水中に入れてスイッチを作動して水が入らないか確認します。水が入ってしまった場合は急ぎ取り出して、電池蓋を開けて水分を抜いていただくことをお勧めいたします。テストの結果問題なければ外観を布巾で拭き、電池蓋を開けて水分を拭き取ります。この時に水分が内側についておりますが、水の侵入を防いでいる証拠であり、中に浸水しているわけではありません。この後は 風通しのいいところをに置き乾燥させてください。ドライヤーなどは使用しないようお願いします。これによりすぐには浸水しない防水性能は確保できていることが確認できますので、家庭内での水を使った撮影などお楽しみください。ただし長時間の使用や水深が深いところでの精度を保証するわけではありませんので、気になる方は修理センターに点検を出してください。